大阪下り早竹、虎吉、石橋二代目、歌川国定が1857年、早竹虎吉、江戸の花、歌川国吉が。1857年、早竹虎吉は、幕末期の曲芸師、士、和雑誌である。京都生まれ、桜綱小町と共に、幕末の軽技二名人と言われた。幼少期については、はっきりとした記録が残っていない。 寺町西岸寺で軽技土政に励んだ後、1842年に京都道場の芝居にて軽技。1843年、大阪へ下って工業し、10年以上にわたって活躍した。1857年正月、江戸に下って、両国で工業を始めるや、いなや、たちまち人気を博すようになった。歌舞伎仕立ての衣装を身にまとい、 駒や手品の手法を取り入れた豪快な舞台を披露。およそ2ヶ月の間に、西木三30数点が出版され、たちまちのうちに売れたという、曲差しや石橋と呼ばれる、長い竿を足や肩で支える曲芸を得意とした。慶応3年7月25日、約30名の一座を率いて、虎吉は横浜を出発し、アメリカに渡航した。翌月に、 サンフランシスコに上陸。サンフランシスコのメトロポリタン劇場を振り出しに、サクラメントやニューヨーク等アメリカ各地を興行した。フィラデルフィアのアカデミー・オブ・ミュージックでの興行終了後、突如体調を崩し、慶応4年に1月15日に心臓病で隠しした。その数日前より、一座を海外へ連れ出した外国人手配師の契約不履行などを訴え、揉めていたようである。 その後、明治7年に実定が2代目、早竹虎吉を襲名した。ありがとうございます。